まあ、オンスもね、今シーズンずっと抑えをやっていてね、はい、まあ、少し、ここに来て、まあ、失敗登板のような形が出てるんで、はい、少し前に出しましたよね。そうですね、はい、センターへ大きな打球、しかし秋山の守備範囲です。広いです、守備範囲が。広いですよね、あの秋山じゃなければ大ファインプレーって言いたいところなんですけども、はい、秋山なので、まあ、取ってくれるよなと思うんです本当そうですね、思っちゃうんですよね、先ほどのプレー、あの、はい、松山がね、はい、やったプレーとそんなに変わりないと思うんですけども、なぜか秋山に関して言えば、あ、取るだろうなと思う、はい、そんな感じなんですよね。